17日午後4時10分ごろ、埼玉市大宮区桜木町のビル7階にあるインターネットカフェ、マンボープラス大宮西口店の従業員から、女性従業員が、客の男に呼ばれ、個室ブースに入ったまま、応答がないと、1刀0番通報があった。埼玉県警は、客として入店した男が、20代の女性従業員を人質に立てこもったとみて、人質の安否確認を急いでいる。 捜査員が男との交渉を試みているが、18日午前0時30分時点で、こ着状態が続いている。県警によると、男は鍵付きの個室ブース内に立てこもっているという。凶器などの有無は、不明。店内にいた客は、全員逃げて無事だった。男の年齢は不詳で、入店時間や動機などは不明という。 同店ホームページによると、店内には、鍵付きの完全個室を設置しているという。現場は、JR 大宮駅西口から約200メートルの繁華街、救急車や、数台のパトカーが集まり、物々しい雰囲気に包まれた。駅周辺には規制線が張られ、通行人らが、不安な様子で見ていた。現場付近を通りかかった。 道県上尾市の男子大学生、二十歳は、ネットカフェだと、自分も人質になる可能性もあるので怖いと話した。